こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリウハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は膝の痛みですねを経験した私自身の体験談について話の方をさせていただきます。で、今日なぜこんな話をするのかというと、膝の痛みって思ってる以上に辛いんですね。で、私自身高校生の時に野球部に入ってて、その時に膝を痛めてしまったんですね。で、もうちょっと曲げるだけの痛みが出て、もう和式トイレなんか座れないいう状態やったんですね。で、その状態からリハビリであったりとかですねを繰り返して、全然も痛くない状態になったんですけども、まあどうやってそんな悪い状態から良くなったのかっていう私の体験談を話すことで、まあ今現在膝の痛みを抱えている方の参考になるかなと思いまして、まあ、この動画をお届けしていきます。で、私自身膝の痛みが出た原因は何やったのかというと、もう練習しすぎで走りすぎたりして太ももを使いすぎてたんですね。で、太ももの筋肉を使いすぎてて、で、太ももの筋肉っていうのは膝のお皿の前を越えて足の下につくんですね。なので太ももがガチガチになることで、もうお皿周りとか足のそのお皿の下の部分、その太ももの筋肉が骨につくとこでかなり痛みが出てしまってたんですね。負担がかかって、で、にもかかわらず練習を続けてたんですね。走ったりとか、あと坂道ダッシュとか、あとスクワットとか、痛くても我慢してした方がいいと思ってたんですね。で、余計に悪化させてしまってたんです。で、そこで私自身がしたのは、まず練習量をちょっと減らして、で、そこからストレッチしたんですね。で、今まで野球部に入っててストレッチとかってあんまりせず筋トレばっかりしてたんですね。で、その頃はもう無知やったので、もう筋肉さえ鍛えたらいいと思ってたんですけども、実際はそうじゃなくて、やっぱり筋肉っていうのは大きさとか強さよりも質が大事なんですね。で、質を高めるのに大事なのってやっぱりストレッチとかいうので、筋肉を柔らかくしてあげることなんですね。ってことをできてないと、やっぱりそういった怪我につながるんですね。だから私自身は太ももとか足とかのストレッチを入念にしました。で、入念にすることで膝の痛みっていうのはすごい取れてきたんですね。で、実際その後こうやって臨床とかでさせてもらってると、本当に姿勢とかが悪くて膝の関節周りの筋肉を使いすぎてる方が本当に多いんですね。にもかかわらず周りから筋トレしろとか、あとテレビとか雑誌とかで結構筋トレとか言われてるんで、そういうのを分からずしてしまう、で悪化させてる方が本当に多いんですね。なので膝の痛みでお困りの方は、まずは何が原因かっていうのをちゃんと調べてもらうことです。それはレントゲンとかだけじゃなくて、どういった多分姿勢で膝に負担をかけてるのか、どういった筋肉の使い方で膝に負担をかけてるのかっていうのを詳しく調べてくれるところですねを見つけていく。で、筋肉が硬くなってて緩めた方がいいならストレッチをするっていう正しい対処をすることですね。ってことができれば、膝の痛みっていうのはどれだけ長い期間かかってても治ってきますので、ぜひそちらの方を覚えておいていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。